八塚古墳は、大阪府池田市地塚にある古墳。形状は、円墳と推定される。大阪府指定史跡に指定されている。五社神社大阪府北部、稲川東岸の五月山から派生した、丘陵端に築造された大型古墳である。現在は五社神社境内に位置する。古墳名は、蜂を伏せたような墳形か、石室内から蜂が出土したことのどちらかに由来すると、 される。2001年度に発掘調査が実施されている。噴景は円形と推定され、直径約45メートルと見積もられる。噴球は2段築成噴頂部では後世に教塚が営まれている。噴球周囲には幅約7メートル、深さ約0.8メートルの修行が巡らされており、修行を含めた外形は約62メートルを測る。 主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、巨石を用いた大型石室であり、南方向に開港する。石室全長14.88メートル、原質高さ5.2メートルを測り、全国でも有数の規模になる。石室内では、組合式石棺の使用が推測されるほか、後世に十三重塔、板た石仏家が祀られている。 早い段階で開口して、洞窟に合っているため、副葬品はつまびらかでない。この八塚古墳は、古墳時代後期終末期の6世紀末マイナス7、世紀初頭頃の築造と推定される。稲川東岸地域では、双子塚古墳から一世代の空白を経て築造された、主張母と位置づけられ、当該時期の稲川西岸の主張墓である、白鳥塚古墳と共に、 大和の石室と共通性が認められる点で特色を示す。被葬者は明らかでないが、池田市域が、トライ系氏族の二氏と関係の深い地とされることから、二氏の主張母とする説がある。古墳域は1970年に、大阪府指定史跡に指定されている。主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。 石室の規模は次の通り。石室は巨石が使用された大型石室で、石室の高さの点では大阪府内で最大級になる。石材は加工岩を主として、他にチャート、年番岩、気力業界岩が使用される。原質の下二段にはやや整った石材が用いられて、上部では持ち送られ、沿道には大型の石材が用いられる。 天井石は、原質では三国、沿道では四国である。開口部東側には、溶血業界岩性の霧石片があり、組合式石管の破片と推測される。また石室内では、後世に十三十頭、いたび、地蔵菩薩像が祀られている。ありがとうございます。